マローヤは、スイス島南部のグラウビュンデン州、マローヤ郡ブレガリアにある村、オーバーエンガディン地方最西端にあたる、ベルベデーレタワーから見たマローヤシルス湖の端に位置する。キアベンナからブレガリア谷を経て、マローヤ峠を越えた地点にあり、ブレガリア地方とオーバーエンガディン地方を結ぶ、人口330人。行政上はブレガリア市に属しており、 ブレガリア地方に属するが、地形的には、オーバーエンガディンの南西端に位置する。マローヤは、アルプスを題材に、数多くの作品を残した画家、ジョバンニ・セガンティーニが晩年過ごした村として知られる。村には、セガンティーニのアトリエや墓があり、周辺の情景は、セガンティーニの作品の中にも残されている。村の中心部から徒歩、約20分のところにあるのが、 ベルベデーレタワー。1882年から1903年にかけ、集団期間を経て建てられた。もともとホテルとしてオープンしたが、その後建物自体は廃墟となり、現在はブレガリアダニを望む展望スポットとして一般公開されている。ベルベデーレタワー付近には氷河の浸食でできた大穴が展示され、散策をしながら巡ることができる。 サンモリッツ、ストリート、モリッツ、ボンホフから定期路線バスで約35分。ありがとうございます。